今日ね、テストやったんですよ。テスト。もうできなくてね、全然もう。いやね、その前のテストがね、赤点ギリギリやったんですよ。31点。でもすごくないですか？赤点ギリギリってみんな逆に取れます？今日英語やったんですよ。アスカも結構不得意って言ってるんですけど、アスカね、不得意って言いながらね、70点とか60点、70点取りよんですよ。ずるくないですか？さっきカナタも言ってたと思うけど、テストやって、日本史と英語やって、で日本史はまあ、記号問題が多かったから、わからんくなった時基本、俺は無にしてるのよ。あと、英語は、またわからんかったら記号は、あーって決めてます。どう？このわからんくなったら、この記号にするみたいな、ある？みんな。言い当たるらしい説。昨日の配信で、アスカがね、みんなに投票してたんですよ。記号問題。で、なんか、あー、いう、とかなんかあるじゃないですか。何を選んだ一番当たるかみたいな、なんかみんな何選ぶっていうので、みんな多かったのが、E やったんですよ。数学にでもね、記号問題があったので、全部 E にしました、僕も。だから全部当たってる、多分。E。みんな、ありがとうね。80点とかいけへんかな。ほら、これはダメだ。結果が怖いって言われてる。なんでよ。当たるな、これは。来たな。アスカ頭いいの。アスカ頭いいっていうかね、なんか、努力かな。すごい勉強してるんですよね。僕もしてますよ。してるんですけどね。なんか、やったこと忘れるんですよね。次の日、寝たら。そういうタイプです。俺は全然、まあ、テスト、勉強もコツコツやってたけど、かなたが全然勉強せえへんから。で、今日は、生物と数学。生物がね、結構ね、ミトコンドリアの、まあ、絵を描けみたいな。もうみんなすごいそれが難しかったって言ってた。うん。僕からしたらすごい、10秒で描けて。おい、誰？カナタ今、画伯がどうのこうのってバカにしたやろ。おい、バカにすんなよ。描いてほしい。まあ、それも、また。今度描くね。アスカ君に恋愛相談です。恋愛がしたいのに、好きな人ができません。どうしたらできますか？別に無理して作ろうと思うから、できるわけであって。っていうか、その前に、目の前に、俺がいるやん。俺がいるから、別に好きな人を作ろうとせずに、またアスカクルージングルームに来てくれたら、俺的には嬉しいかな。で、もし、街中で、あ、アスカに似てるみたいな、あの人かっこいいなってなったら、多分そこで、また恋に発展するかもしれんから、まずは、俺からでもいいんじゃないかな。かなた、お悩み相談も、やるかもー、みたいなこと言ってたから、ぜひ、かなたのお悩み相談、送ってあげて。アスカいつもね、恋愛相談してるじゃないですか。僕だからお悩み相談しようかなと思って、真似しました。あ、美少女戦士、セーラーチビムーンさんからいただきました。朝起きれなさすぎて朝が嫌いです。朝をやっつけてください。うわあ、多分やっつけたと思います。はい、次。女子なのに白ご飯おかわりするくらいめっちゃ食べるのが大好きなんですが、男の子とご飯行くと惹かれないか心配で、つい、小食ぶっちゃいます。よく食べる女子って、どうですか？え、めっちゃいいやん。よく食べる女子っていうか、食べる子めっちゃ好き。そう、食べる子。ええやんな、ほら、装飾。ほら。だからみんな、ちょっと、そのまま、多分、男の子の前でも、いっぱい食べてたら多分、いっぱい食べるね、かわいいってなるよ、多分。思うもんだって、いいなーって食べる女の子。だから、いっぱい食べて成長して、180センチとか。ひじこちゃん、適当じゃないよ。ちゃんと答えてる。早い、おやすみみず。まだ喋ってるから。ちょっとね、いつも言ってるんですけど、皆さんって言ったら、おやすみみんゼミーって言ってください。いっせーので、おやすみみんゼミー。ありがとう、みんな見てくれて。